勇は朝鮮の行政区画の一つ。朝鮮王朝時代の勇は地方行政官の役所が置かれた土地。府院、大都合府市、牧市、都合府市、群主、県官などの地方行政官の役所があり、城壁で囲まれた集落を勇城といった。当時の勇に由来する勇内里、勇城里、固有里、旧有里などの地名が各地に残っている。 朝鮮全土に330ほどあり、数百メートル四方で人口は1000から3000人ほどだった。日本統治期の U は軍の下に置かれた行政区分の一つ。面よりも人口の多い区域を指し、日本の町に相当する。長官は U 長である。統治初期には道の下に軍と府、軍のもとに面が置かれていた。1917年に、 人口の多い面を指定し、日本人の主ながを置くことができるなどの制度改正が行われた。1930年5月9日交付の有面性によって有が法制化された。これにより、指定面が順次由に昇格するとともに、その後都市化が進んだ面が有へ昇格した。有がさらに発展すると、軍から独立した府に昇格する。 1930年の有名性により自治体としての形を整え、議決機関として、有会が設置された。有長が議長を務め、有会議員選挙は制限選挙である。大韓民国の有は基礎自治体である軍、市の下に置かれた行政区分の一つである。地方自治団体の行政事務を行う単位で、有に自治権はない。有事務所が置かれ、責任者として、 勇長がいる。株行政区域には里がある。勇の設置基準は、韓国の地方自治法第7条によって以下のように定められている。軍事務所所在地である面。勇がない都の複合形態史で、その面のうちの一つの面。韓国ではほぼすべての軍に一つないし複数の勇がある。唯一の例外は、全域が離島部からなり、軍長が軍域外にある。 インチョン帝騎士河滅軍である。韓国の建国後、1949年7月4日に制定、交付された地方自治法によって、優は市面と共に基礎自治体となり、遊戯会が設置され、優町は遊戯会で選出された。1960年の第二共和国憲法によって、優町の直接公選制が定められたが、 1961年の5.16、軍事クーデターに伴う、地方自治に関する臨時措置法によって、基礎自治体が、市、軍とされたため、有面は単なる行政区域となった。また、地方自治そのものが停止され、有情は軍主による任命制となった。1990年代初頭に行われた一連の地方自治法改正により、軍の他に、 その複合系大使にも U が設置されるようになった。朝鮮民主主義人民共和国の U は、軍人民委員会の所在地の集落を指す。日本でいう、町役場所在地に近い位置づけである。北朝鮮の建国後、朝鮮戦争末期に行政区域としての U、面が廃止され、地方行政の基礎単位である軍人民委員会の所在地を軍名を冠して U と呼んでいる。 例えば、立川軍の軍人民委員会が所在する地区は、立川優と呼ばれる。北朝鮮のすべての軍には、必ず一つだけ優があることにある。軍人民委員会が移転すると、優と呼ばれる地区も変更される。このため、植民地期以前の優と場所が異なることがある。例えば、北朝鮮の高城軍には、植民地期に工場優。 長屋遊の二つの遊があったが、現在高城郡人民委員会が置かれて、工場遊と呼ばれているのは、かつての長屋遊の中心集落である。元の工場遊の中心集落は、現在、旧遊里と呼ばれている。平凡社編、朝鮮を知る、辞典平凡社、1986年。ありがとうございます。